クサリヘビ科は、爬虫交友林木に属するとが、模式属は、クサリヘビ属。特定動物。アフリカ大陸、北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、ユーラシア大陸、インドネシア、日本最大種は、最大全長360センチメートルの、ブッシュマスターで、最小種は20センチメートルほどのドワーフアダー。また、東ダイヤガラガラヘビが、 最も重い毒蛇の記録を持っている。体形が太く、模様が網目模様の種が多いため、一見差のように見える。鎖蛇はこの反紋に由来する。本家の特徴として、まず挙げられるのが、三角形の大きな頭である。顎の筋肉が発達しエラが大きく張っており、発達した筋肉を用いて、毒液を獲物に大量に注入することができる。 次に挙げられる特徴が、毒牙の長さである。通常 200cm ぐらいの大型種では2から 3cm あり、中には、ガボンアダーのように最大で 5cm もある種もある。小型のカーペットバイパーでも、約 0.5cm で、コブラ科の最大種キングコブラの毒牙とほぼ同じ長さで、ある。そのため、牙が直立した状態では口を閉じることが、できないため、 牙の根元から口の内部に折りたためるようになっている。口を大きく開くと、上顎骨が回転して、牙が直立し、毒を獲物に打ち込めるようになる。口を閉じると、毒牙は自動的に口内へ折りたたまれる。毒牙の中には、管があり、毒液はこの管を通るため、毒牙を相手に深く、差し込まなくても相手に毒液を確実に注入できる。 マンシャンハブのように毒液を噴射する者も,もいる。本家の構成種は、ほとんどの種が、出血毒という毒を持っている。これは強力な消化酵素で、細胞組織のタンパク質が分解され、獲物を消化するのに役立つ。噛まれた際の症状としては患部に激痛と腫れが起こり、痛みが徐々に全身に広がっていく。そして皮下や内臓、古傷からの出血、腎機能障害、 吐き気、血便、血尿等が起こる。二次的な被害として血管がダメージを受けることにより、急激な低血圧等も起こる。治療には、血清が必要であるため、噛まれたら一刻も早く救急搬送してもらう必要がある。性質上、神経を麻痺させる、神経毒に比べると死亡率は高くないものの、後遺症は、出血毒の方が重篤化することもある。 組織が壊死することにより、手足の切断に至るケースも少なくない。本家でも特に強毒を持つ種は、出血毒だけでなく、神経毒も持つ。生息する環境は様々で、主に熱帯から亜熱帯に生息するが、温帯や亜寒帯に生息する種もいる。ヨーロッパクサリヘビのように、北緯60度にも分布する種もいる。また砂漠に適応した種もいる。繁殖形態は卵生。 卵体制の種が共にいる。口述のピット器官により、主に高温動物を捕食する種が多いが、沼マムシのようにカエルやトカゲ、魚類等の変温動物を主食とする種も存在する。全世界に生息する800から900種ほどの毒蛇の、うち約1、4を占める。大きく分類すると、マムシカと鎖ヘビカに分けられる。マムシ赤は、 目と鼻の間に一体の赤外線眼地器官を持つ。和名では、ガブンバイパー、ガブンバイパー、ガボンバイパー、ガボンバイパー、ガボンバイパー、ガ,ボンーガブン鎖蛇、ガボン鎖蛇など様々な呼び名がある。学名に沿って、アゼミオプスと書かれることもある。志村隆ほか、ニューワイド学研の図鑑�波虫類、両生類、学習研究者、2004年。 P87149 テルキオペロ、中央アメリカハブ、または種商明に沿って、アスパーハブ、アスペルハブとも呼ばれる。ありがとうございます。